中国政府において状況の深刻化防止のため国民に冷静な行動を呼びかけるなど適切な対応を早急に行うとともに中国における在留邦人及び我が方高官等の安全確保に万全を期すること、アルプス処理水について科学的根拠に基づかない発信により人々の不安をいたずらに高めるべきではなく正確な情報を発信することを改めて強く求めたいと思います。中方一贯依法保障在华外国人的安全和合法权益。